ジョブ。あ、さあ佐藤さん、はい、今日何の日か知ってますか？おっと、今日っすよね。はい、今日、今日動画が発表される時じゃないですね。今日っすよね。今日です。今日12月、10日。はい、ハッピーバースデーとぅー、ハッピーバースデーとぅー、ハッピーバースデーディア袴田さん、ハッピーバースデーとぅー、おめでとう。これですね、この動画今撮ったの今日5本目ぐらいなんですよ。今思い出しました私ね、ちょっと前の時にアピールしたんですよ、はい、次の撮影の時私誕生日だなって言ったんですよ、はいはい、今思い出しましたね。サプライズケーキ入場。あるの？あるの？ないないっすほら、だって全員忘れてるもん。そうですね、はい、誰もなんか、あ、そうだった。だって僕の誕生日の時だけ言ってもくれなかったし、何もやってくれなかったじゃないですか。え、いつだったんですか？5月20日っす。だってまだ始めてないですよこれおめでとう。ありがとうございます。何歳ですか？29です。おお、はい、ラスト20代ですね。だからさっき肉食ってたんですか、昼ごはんに肉の肉なんでいやいや、もうそうです、私お肉大好きなんで29歳大事ですね。そうですね、肉の年ですね。はい、おめでとう。ありがとうございます。まあまあ、ね、そのうちね、ちょっとプレゼントあるのかな、楽しみにしとこう。そうですね、はい、はい、皆さんお待ちしてます、はい送り先ないですからねさあ、ということで、はい、今日はですね、はい、前ちょろっとどっかの動画で言ったんですけど、はい、里崎賞を作らないかと。そうです、コメント欄にもありましたしね、はい、はい、それで考えてみました、はい、里崎賞、お、2019年里崎賞やります。お、今日発表ですね。発表です、はい、しかも第1回ですからね、栄えある。そうですね、今年から始まったんですから、はい、勝手にね、はい、だからこれ毎年やります、はい、勝手に決めたんで、はい、だから非公認、里崎公認だけど世の中からは非公認、はい、そりゃそうですよねいやただ沢村賞みたいにちゃんと項目を作ったんですよね、はいはい、ちなみにですね、項目はですね、はい、まず一つ目、はい、出場試合数の半分、はい、2分の1だ、今年だと143試合だから、まあ、72試合以上、はい、で次に打席数、やっぱりキャッチャーなんで里崎賞はキャッチャーに与える賞ですから、はい、はい、もちろんそうです、ね、はい、やっぱり打てるキャッチャーじゃないとダメなんで、はい、打席数200打席以上。おー、だ約これも規定打席の半分ぐらいです。はい、はい、規定打席が400ちょいぐらいなんで、うん、はい、規定打席の半分っていう、はい、ホームラン数が10本以上、はい、約2桁以上のホームランですね、うんうん、はい、2桁以上、はい、で打率が2割5分以上、うん、2割5分でいいです、はい、2割5分は最低打ってくださいよっていう、はい、うん、であと盗塁阻止率が3割以上。おー、これはやっぱりね、盗塁阻止率はピッチャーのクイックしなきゃいけないって僕は言ってるんですけど、はい、ピッチャーのクイックしなかったら厳しいんで、はい、まあ、その中でも3割は盗塁阻止率欲しいよねっていうところで、はい、ピッチャーのクイックが悪いのも考慮した上で3割、はい、はい、3割で、あとパスボールが3つ以下。3つ、はい、やっぱりまあ戦車映像出場した中で19個のパスボールしかしてないっていう最小記録保持者なんで、すごい、そっか、はい、だから一番重視はここです。パスボール3以下がもこの項目、まあ、あと1個あるんで全部で7項目あるんだが、はい、このパスボール3以下が最重要ポイントです。お、だより少ない方がいいわけですね、はい、はい、であと打撃ではホームランの2桁以上が最重要課題です、はい、で7つ目、はい、やっぱりファンの人の支持率もいるんで、はい、オールスター出場そこですか、はい、やっぱファン、やっぱオールスターで言えばね、はい、まあ、ファン投票、うん、もしくは監督推薦、はい、あと選手会投票ねありますけれども、はい、やっぱりこのファンの人の支持を、うん、集めてるかどうかっていうのも大事だし、はい、やっぱスターじゃないとやっぱ里崎賞には選ばれないんで、まあ、やっぱスターでしたからね。そうですね、否定はしません、ね、はい、いや、これ7項目じゃないですか、はい、ちなみにもちろん佐藤さん全部クリアしてた年はあるんですか？もちろんでしょう。ちょっと待ってください、はい、調べますか。ね、意外と一つ足りない、全部一つ足りないとか、はは、なんかそういう条件じゃないですよね。全部クリアしてたから里崎賞なんですよね。もちろんもちろん。じゃあちなみに優勝した時の2005年、はい、やってみます、はいはい、94試合出場、うん、クリアクリアですね、はい、で333打席、お、
クリアですね、はい、ホームラン10本クリアですね、はい、で打率が3割3厘おおすごい、はい、でクリアですね、はい、であとがパスボールが2005年、パスボールが1個、1個クリアですね、はい、で盗塁阻止率4割おはいクリアですね、でオールスター出場してます、はい全項目クリア、僕がクリアできないやつ出さないんでそうですよね、はい、まあ、でも里崎賞じゃないですか、はい、佐藤さんといえばやっぱりパスボール重要視してるだけで、はいはいはい、パスボールがすごく少ない選手、はいはい、だからそこを最重要項目にするわけじゃないですか、はいはい、だからもしかして古田さんが古田賞を作ったらまた項目全然違うかもしれないですね、そうですね、だから古田さんが強化してるポイントのやつがだから7個項目が全く違う可能性もありますよ ね、はい、これはもう里崎賞なんで、はい、じゃあ里崎賞に当てはまる選手がいたのかということで、はい、そうですね、だからまあ1人をね、はい、まあだから今年の沢村賞のように該当者なしの可能性もあります、そうですね、はい、でまあ全部クリアしなくても価値あるんで、沢村賞もそうですもんね、そうそうそう、はい、すればもう確定ですけど、はい、さあということでですね、はい、あのまあ、風景がつり変わって、ね、もう何起きたんやってなりますけど、はい、あの先ほどの動画の後機材トラブルであの撮れなくなっちゃって、そうちょっと録画できなくなっちゃってあの改めてです、だから話が続きます、はいはい、ということで、はい、まずはパリーグから、はい、見ていきましょう、はい、じゃあまず各球団1人ずつ出したんですね、そうですね、はい、だからまあ最下位からいきましょうかパリーグ、はいはいはい、パリーグの最下位オリックスですね、はい、はい、オリックスは若月選手ですね、はい、まああの出場試合数は138試合、うん、で打席数が348と、うん、まあ、クリアですね、クリアですね、はい、で打率が1割7分8厘、おここでホームラン1本で盗塁阻止率3割7分4厘もクリアですね、はいはい、でパスボールが3つ、うんうん、まあということでまあ合計4つですね、オールスターも出てないですもんね、オールスターも出てないんですよ、はい、じゃあ4項目だ、守備面はいいですね、そうですね、打つのだけがね、うん、やっぱ2割5分到達してないのと、はい、ホームラン10本打てないんで、まあ、守備は、ね、今年もいい感じの守備ね、そうですね、まあ、では山本を、うん、最優秀防御率、はい、タイトル取らせたり、山岡最高勝率かな、はい、タイトル取らせたりと か、うん、だからピッチャーを盛り立てたっていうところはいいんですけど、はい、佐々木翔は打たなきゃいけないんで、打ってて守備もできる、できないといけないっていう、はい、なんで、まあ、パスボール、ね、3つっていうね重要、一番最重要課題をクリアしてるんで、毎、は、月、い、やっぱ打ててないんでね、そうですね、まあでも4つは、7個のうち4つですから、はい、半分以上ですからね、そうですね、沢村賞7つのうち4つで取ってる人いるわけですよね、いるわけですよね、はい、じゃあ続いて、はい、日本ハムは清水選手ですね、はい、出場試合数が98、はい、まあクリアですね、半分出てます、はい、打席数が246、うん、まあまあ出てますね、す、はい、打率が2割5分9厘、おお、いってるいってる、ホームラン5本、まあまあでも結構ですけどね、そうですね、はい、盗塁阻止率3割4分5厘、おクリア、うん、パスボール3個、クリア、うん、でオールスターには出てないんで5個です、5項目、あ、でも若月選手上回ってきましたね、結構、まあ出場試合数がね、うん、まあ他のキャッチャーも出てたっていうこともあり 100試合届いてないですけど、はい、まあ、それでも2割5分打ってるし、うん、盗塁阻止率も高く、ホームランあと5本打ってれば、そうです、いやこれ試合もうちょっと出てたら、出てたら、うん、もうちょっと130試合ぐらい出てたら、うん、ひょっとしたら10位切れたかも分かんないですよね、いやそうですね、まあそうなってきたらオールスターも選ばれる可能性も増えますし、何気に清水頑張ってる、おお、ね、来年また期待ですね、いやかなり期待高いですね、はい、でもここは7個のうち5個ですから、いやいいね、いいとこです、いいとこです、はい、じゃあ次4位、はい、田村選手、はい、ロッテ、はい、はい、試合数100試合、打席数321打席、はい、で打率が2割4分3厘、あここがちょっと足りない、ホームラン3本、はい、で盗塁阻止率3割4分7厘、でパスボール3つ、はい、でオールスター出てない、だから4つですね、つ、あ、若月選手と項目も一緒ですね、あ、全く一緒ですね、うん、まあやっぱ打つのが ね、 そうですね、打つの難しいんですかね、入ってくるの、どうなんですか、佐藤さん打ってたわけですよね、まあ僕はね、はい、クリアしてるんで、あ、そうです全部クリアしての里崎賞ですから、そうです、そうです、お前里崎もう全部クリアした時一回もないんじゃないかって言われてもね、はい、気づいて、はい、自分は知ってます、はい、はいはい、次3位、楽天、はい、堀内選手がまあ一番多かったんですね、あ、そうですね、出場数は試合数65試合、うん、で打席数140打席、はい、打率1割5分6厘、うん、ホームラン0本、はい、盗塁阻止率3割6分、あ、ここは
か、ね、パスボール3つでオールスター出てないとか2個ですね、はい、2個だからまあ出場試合数が少ないんで、うん、でまあ打席数も少ないですけど、まあ、これ多分打てないんで代打結構出されてますね、はい、だから打席数が増えていかないんですよね、うん、出場試合数の割に、はい、でも守備はね盗塁阻止率3割6分はいで いいじゃないですか。パスボールは3つと3つだから、うん、守備面いいんで、はい、打てさえすればね、まあ、これで完全なまだあの太田選手と一緒に出てたので正捕手ってなってきたらまた変わってくる。でまだでこっからの成長はね、はい、ちょっと興味ありますね、うん、おいいですね。守備面がしっかりできてて、はい、あと打つだけですね。打つ、そうですね、打てば代打も出されないんで、はい、必然的に打席数も増えるはずなんで、うん、まあまあ伸びしろにね、はい、期待したいですね。まだまだこれからの選手ですからね。そうそうそう、はい、じゃあ2位は甲斐選手ですね、はい、ソフトバンク、はい、137試合、はい、454打席、規定打席もクリアして、うん、余裕ですね、はい、打率2割6分お、ホームラン11本お、クリア、盗塁阻止率3割4分2厘クリアですね、はい、で、はい、パスボールが8個あーオールスター出てます。6個、最多です、7個中6個6個、いやでも今までの中で一番、もちろんクリアは多いですけど、何気に甲斐パスボール多いな。そうです、8個結構してんだねですね、はい、うん、でもホームランもね、2桁打ってるし11本惜しいな、惜しいですね。いやいや、でもまあ今までの中で一番最強、そうですね、多いわけですから、うん、可能性としてはそうですね、うん、でもなんか意外にパスボール多かったですね。そうですね、なんか会のイメージからしたら、はい、もっと完璧にしてんのかなっていうイメージ、まあちょっと最重要項目のパスボールが、そうですね、うん、ちょっと気になります。でも6個、最高です。いや、すごいです、はい、はい、次じゃあ優勝したセールの森選手、はい、出場試合数135試合、はい、これは573打席ですからね。え、甲斐選手と試合数ほとんど一緒じゃないですか、はい、あ、でも森は3番とか打ってるんで、だ上位か甲斐かっていうことにはないですね。そうそうそう、シャレですか。甲斐だけに甲斐選手だけがシャレ、ダジャレですか。いや、言って思いました。いや、でも上位と甲斐だけで、はい、こんだけあの打席数違うんですね。そうですね、やっぱ3番だと1試合4打席回ってくるんですけど、はい、8番とか9番すると3打席で終わること結構多々あるんで、はい、だから8番9番打って規定打席に到達するって結構常に出てないと難しいんで、うん、そういった面ではまあ100打席ぐらい変わってもまあおかしくないですよね、はい、そうなんだ、はい、打率が3割2分9厘お首位打者ですもん。いや、そうですね、言えば打てるキャッチャーですね。そうそうそう、ホームランキャッチャー最多の23本です、はい、これはもう12球団トップの、はい、で盗塁阻止率が2割8分3厘若干3割届いてないですね。そうですね、まあでもクイックとかの問題もあるんで、うん、一元キャッチャーだけの責任じゃないですけど、はい、まあ、それでも3割は超えたかったですね。で、はい、パスボールが12個ちょっとだいぶ多いな。あの、うん、ちなみに12球団って一番多いですパスボール。あ、そうですね、はい、データ見る、いやいや倍ぐらいありますね。そうですね、はい、でオールスターにはもちろん出てます、うん、だから5個っすね。5個か、はい、だから盗塁阻止率とパスボールって守備面がね、はい、若干高かったっすね。打つ面ではピカイチですよね。でもまあね、うん、キャッチャー真剣にやりだしたのも去年ぐらいからですから、それまでライトやったりね、はい、だからまだ若いし伸びしろあるからね、はい、今後には期待ですね、はい、打てるっていうだけのアドバンテージはめちゃくちゃあるんで。そうですよ、まあ、だから、うん、今年パ・リーグ1位2位の選手のキャッチャーって、はい、打てる項目両方クリアしてますね。打率、ホームランしてますね。で、3位以下の人で打てる項目クリアしてるのは清水選手の打率だけなんですよ。いや、確かに。で、やっぱキャッチャー打てると順位が上がるって言っても過言じゃないですかね。そうです ね、これ見てたらね、打線の上位が1位2位で守備が悪くても1位2位に入れるってことが、どれだけ僕が言ってるキャッチャー打つのが大事だっていうのが分かるでしょ。そうですね。で、パスボールで言っても森と甲斐の方が甲斐のやつより多いんですよ。はい、確かに、うん、ね、うん、まあ、で、うん、トーレスシリーズはピッチャーのクイックの兼ね合いもありますけど、そうですね、だからほら如実にパ・リーグは現れますね、うん、まあ守備も大事ですけど、やっぱり佐藤さんの定義で言うといいキャッチャーっていうのは打つか勝つかなんじゃないですか、うん、ですね、いや、まさにそうですね。そうですね。でしかもパ・リーグはピッチャー入んないんで、はい、キャッチャー打ち出すとめっちゃ打球回り出すんですよ。回るんです。セ・リーグはピッチャーが入るんでキャッチャー打ってもここで一球死があるんで、はい、若干同じにはいかないような気もしますけど、はい、パリーはキャッチャーと回り出すなっていうのが数字で出てますね。まさに見えますね。ね、はい、佐々木の言ってること間違いない。はい。はい、まあね、この中では甲斐選手が一番6項目で多いわけですか。森選手は次5項目ですね。はい、まあ、清水選手も5項目っていうね。はい、じゃあまあ、じゃあ次セリーグいきますか。まあ、1人しか選ばれないですからね。はい、セパで1人ずつじゃないんでね。はい、はい、じゃあセリーグ最下位ヤクルトから。はい、中村
試合数126試合、はい、打席450、これはクリアです。打率2割6分9厘クリア、ホームラン5本、盗塁阻止3割1分4厘、パスボール4個、惜しい。オールスター出てます。いや5個です。5目か、はい、だから何気にオールスター難しいですからね。はい、いやオールスター難しいですけど、やっぱホームラン2桁も難しいんですね。そうですね、難しいみたいですね。見ないですね。いや、まあまあまあ、僕はちょっとね、あの10本はちょっとずつクリアしてたんで、はい、あれですけど。そうですね、ああ、うん、まあでもこの中村最重要ポイントのパスボールとホームランをクリアできてないっていうね、はい、5個クリアしてるんですけど、はい、そうですね、まあ課題はそこですね。来年でもまあ2割6分9厘ね、しっかり打率残してるっていうのは、ね、はい、まあ立派ですよ。率はありますからね、はい、はい、じゃあ中日、はい、加藤選手、はい、試合数92、うん、打席数245、はい、で打率2割2分8厘、ここがホームラン0本、盗塁阻止率2割8分6厘、パスボール6個、うん、ということで出場試合数の打席だけですね。そうですね、でなんか肩いいっていう、うん、すごい肩いいんですけど、阻止率2割8分6厘って、はい、ちょっとなんか想定外ですね。うん、なんかそうですね。いや、めちゃくちゃ下位の肩よりいいんちゃうかっていうぐらい硬いのに、うん、そうなんですね。だからよっぽどピッチャーのクイックがやばいか、うん、はい、コントロールが悪いかですね、硬いだけで。ちょっと2割8分6厘は調べて出た数字ですけど、はい、なんか若干もうっていうびっくり、あ、ちょっと寂しいなっていう感じですか。そうですね、はい、だって試合出てる以外の項目はどこもクリアしてないんで。そうですね、あ、まあまあでも課題は明白だしね、まあ、だって1軍で出始めたのも今年が初めてだから、はい、これはもう未来に向けてのね、うん、あの期待値ですよね。そうですね、もっともっと試合も出てきたら、そう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 、そうなるし、はい、まあ、今年学んだことを来年生かせればね、はい、いいんで、これからですね、まあ、そうですね、はい、次じゃあ4位広島、相川選手、はい、試合数126、はい、クリア、打席数が447、余裕ですね、打率2割7分7厘、クリア、ホームラン12本、おお、12本打ってる、盗塁阻止率2割6分5厘、ここがパスボール2個、おということ でオールスター出てます。6個、おお、いいじゃないですか、最多タイ、はい、で甲斐選手並びました。しかもね、2割7分7厘でホームラン12本打って立派ですよ、はい。あ、キャッチャーの中では、あ、森選手がまあ一番、ね、ホームラン多いですけど、はい、その次ですね、12本、はい、打ってますね。しかもパスボール2個しかしてないんで、うん、今までの中で一番少ないですよね。そうですね、試合数に対してパスボールには、いや、十分でしょ、いいです、ね、うん、素晴らしい、まあ、プレミア12でもね、はい、いい活躍しましたし、うんうん、まあ、順位がね、4位だったのは、はい、まあ、本人的にもね、うん、あれですけど、個人的な結果はね、しっかり残してますよね。はい、そうですね、ああ、だからそういうところやっぱ魅力ありますね。おー、はい、6項目、はい、じゃあ次3位阪神、はい、梅野選手です、はい、出場試合数129試合、はい、打席数492、うん、で打率2割6分6厘、おい、クリア、ホームラン9本、あ、惜しい、盗塁阻止率3割7分、パスボール6個っていうところで、で、もうオールスターは出てます、出てる、はい、5個です、5項目、はい、でもあの最重要ポイントのパスボールとホームランがクリアできてないっていう、ホームランちょっと惜しかったですね、あと1本で、9本ですから、あと1本打ってればっていうところだったんですよね。まあ、打ってればって言ってね、そんなの佐々木翔知らねえよみたいな今ツッコミが聞こえました、自分で言ってて。でも何よりパスボール多いな、なんかブロッキングよく止めてるイメージあるけど、パスボール6個は多いな、結構。そうですか、うんうん、セリーグでいうと最多なんで、はい、最多タイですね。そうですね、あ、うん、でもまあ盗塁阻止率はね3割7分っていうところもありますけど、うん、やっぱパスボールとホームランって出ないっていうのがね、はい、来年に向けての成長への期待ですね、うん、はい、そうですね、まだまだですね、はい、じゃあ次2位横浜 DeNA、はい、伊藤選手、試合数84試合、クリア、打席数301、打率2割5分4厘、はい、ホームラン8本、盗塁阻止率2割4分5厘、うん、パスボール4つ、うん、でオールスター出てないってことで、はい、まあ3つっすね、3つか、まあ、あと今年怪我してて、はい、途中ちょっとあの休んでたんで、多分試合数出てればホームラン10本いけたんちゃうかなっていうね。そうですね、ちょっと試合数少ないですからね、はい、だから怪我の影響もあって若干ホームランが少なかったですけど、はい、多分出てれば2桁打てたんちゃうかなっていう、はい、その代わり打率が減った可能性はありますけどね、うん、そうですね、はい、うん、でもこちらもパスボール、盗塁阻止率低いな、2割4分5厘、そうですね、ちょっと低めですね、うん、まあでもピッチャーのクイックの問題もあるんで、はい、一概に僕はもう盗塁阻止率が低くてもキャッチャーだけはあの非難することは絶対ない。そうなんですね、はい、でピッチャークイックしなかったら終わりなんで、うん、はい、まあ、7、3ぐらいで下手したピッチャーの責任なんで、うんう
あ、そうなんですか。だってゆっくり投げて取った時半分以上いかれてたもん、まあ、どうしようもないですからね。確かに、もう、はい、無理ですみたいな、はい、間に合わないですもんね。ああ、うん、確かに。まあそしたら 3個ですね、3項目ですね。ああ、そうですね、はい、うん、まあまあ怪我でね離脱したんで、まあ仕方ないかなっていうところありますね。はい、じゃあ優勝の巨人から2人出てます。お、はい、2人、あ、試合数があんまり変わらないんですね。そうですね、だから大城選手がね、はい、あノミネートされてますけど、試合数109試合、はい、打席が329、打率2割6分5厘、はい、ホームラン6本、盗塁阻止率1割7分2厘、うん、パスボール2個っていう、はい、ではまあメルセデスの時結構出てたんで、はい、まあ、ファーストとかの時もね多かったんですけど、まあ、パスボールはまあだ多分野手としての出場試合数が多いかもわかんないですけど、でもキャッチャーもしてるんでね、はい、でも盗塁阻止率が1割台だよね。そうですね、ちょっときつい。でもホームランはまあ6本打ってると。そうですね、うん、でパスボールも2個なんで、はい、まあまあ、いい感じですよね。でもオールスター出てないんで、はい、4つですね、4項目、はい、であと小林ですよね、はい、はい、試合数が92、うん、打席が236、はい、で打率2割4分4厘、ホームラン2本、盗塁阻止率4割1分9厘、おお高い、パスボール3個、はい、盗塁阻止率4割1分9厘は全球団トップです。トップ、おお、そう、すごい、ここすごいですね、はい、だ打率もあと6厘だったんで惜しかったですね。うん、あとやっぱりこのだ試合数出てる間に打席数が、まあ、大城と90ぐらい違うんですけど、はい、やっぱ多分代打結構出されてると思うんですよね。そういうことですね。そういったところで打席数が増えないっていうところはありますけど、守備面いいですけどね、打つのっすね、はい、打率とホームランがちょっと足りないっていう感じで、ね、だから明確ですよね、うん、課題は、はい、オールスター出てないんですね。出てないですか、ここ結構ハードル高いです。いや、そうですね、この佐々木賞のこの項目は12球団ある中で半分以下ですからね、はい、はい、半分以下がまずこの1個の項目を取れないんです、はい、でもやっぱオールスター大事です。ファンの支持も大事なんで、はい、まあね、スターでしたからね。そうです、やっぱオールスターしか選ばれないです。そうですね、はい、オール平民は選ばれないです、はい、オールスターしか選ばれないですよ。言いますか。だってその名前なんですよ、僕言ってるんですよ、はい、僕は何も言ってるんです、名前がそうなんです。スターが集まってオールスターなんですもんね。そうそうそう、はい、だってスターがいなかったらオールスターって言わないですよね、はい、オール平凡オール普通みたいな、オール普通な、そうです、オール普通さあ2019年オール普通第一戦いや、それただの試合じゃないですかでも逆に興味あるわオール普通普通の人たち集めてっていう選ばれたくねえ基準が難しいですよ、基準が。佐藤オール普通選ばれてるよって言われて辞退しますって逆になんか嫌ですっていう。どうします、ハワさん、オール普通のあの日の出てきましたけどって、はいはい、何ですか、オール普通第一戦 MVP のなんとかさんに今のお気持ちいかがでしょうか。普通ですみたいな、今マジ面白かったですねいや、ヒロインとかね、あの妹でやってたんで。そうですよね、オール普通でも頼まれてやりますよ、はい、今日ナイスバッティングでしたね。普通ですこの普通の活躍を後半戦につなげればいいですよね。まあまあ普通にね全部普通で答えるんで、これ里崎翔の話ですよ。そうです、ね、普通じゃないですからこれ、はい、面白くなっちゃったさあじゃあ、はい、全員で、まあ、13人、はい、見てきましたけど、はい、流行る里崎賞、はい、今あのボード袴さんがトークしている間に、はい、あの選考委員がしっかり競技を重ねて選ばれました、はい、目の前でパソコンカタカタやってる方が選考委員ですか。選考委員はね、はい、僕だけです僕しかいない。あのトークしてる間に考えたわけですね。じゃあ、そうそうそう、僕は、うん、あの脳2つあるんで、はい、あ、すごいですね、宇野とさんの方で、はい、ないですか。宇野とさんのあるんですけどね、あの両方一気にやっぱ使えないですよねさんですよ。そうですね、はい、あのもう、はい、決まりました。あ、入ってきました。おお、決まりました、これ来ました、はい、はい、じゃあ、はい、いきますか、はい、はい、2019年初代里崎賞受賞者はじゃん、広島カープ相澤選手です。やっぱり最重要課題のパスボールが2個と、はい、まあ、あの12球団で一番少ない、うん、
ていうのと、ホームラン12本という2桁ホームランを打ってる、この攻守にわたる最重要課題を両方クリアしているということで、ちなみにこの両方クリアした選手は相澤選手です。ああ、本当だ、そうですね、はい、最重要項目2つ目のクリアできてないんだ。そうなんですよ。甲斐選手はそっか、パスボールがあれだし、で森選手もパスボールが、本当だ。でこのやっぱりね、最初最重要ポイントって言ったこの2つをしっかりクリアしてるっていうところと、はい、まあ、7項目中ね、6項目、まあ、盗塁阻止率が2割6分5厘って若干3割足りませんでしたけど、まあ、これはもうピッチャーの兼ね合いもあるんで、はい、一概にキャッチャーだけを非難することもできないん で、はい、でしかも2割5分6分5厘、まあ、あとちょっとで3割っていうところで、はい、これはもう加味されます、うん、もう完璧ですね、相澤選手完璧です。お、じゃあもう里崎さんにふさわしいという感じですね。そう、まあ嬉しいかどうか知らない僕にふさわしいかどうか分からないですけどいい頃と同じぐらいということですよね。そうそうですね、はい、だからあの、まあ、あの相澤がね、はい、嬉しいかどうかは分かんないし、あのこれをもう取れたってことも知らないで一生終える可能性もありますけど言ってくださいよそれで、あのいきなりファンでしたね、相澤さん佐々木賞受賞されてましたよってファンの人が急に言っても、は何それみたいなね、空気感になるので、ファンの人もね、いきなり言っても分かんないんで気をつけてくださいね。あの言うときはちょっと説明していただいてね、はい、まず見あのこれ見てって言った方がいいですね。そうですね、はい、そんなのいきなり言っても、はみたいなね、何その賞それ何なんみたいな感じなんですけど、でも、はい、該当者なしじゃなくてよかったです。あ、そうですね、なしのこともありえたわけですからね、はい、いや全然ありえましたけど、はい、あの今回しっかり6項目取れて、うん、はい、しかも最重要、ね、パスボールホームランクリアしてるんで、はい、もうこれはもう文句なしですね。そうです、ね、選考委員も言ってました、これ文句なしや、はい、もう今言ってます一人で言ってますね、はい、私の意見も加味されないですからね、これね、はい、でもまあね、まあ来年ね、うん、誰がこの賞を受賞するのか、はい、まあ多分この賞のために頑張る選手は一人もいないと思いますけどまあでもこれはね、はい、来年も続けます、はい、未来でも勝手に続けます、あの非公認ですけど、はい、勝手な賞なんでいいですね、はい、袴田賞とかやらないですか。袴田賞ですか、需要あります、これやるんじゃないですか。じゃあ項目好きに作っていいですか。7個あります、7個ですか、何作ります。でもちょっと顔は塩顔、ちょっと待ってください、筋肉多め塩顔って 誰ですか。僕はじゃあ僕塩ですか。佐藤さんは、まあ、ちょっと醤油ぐらいかな。あ、でも私はあの醤油寄りの塩が好きなんですよ。ラーメンの話ですよ顔ですか。顔が塩顔で、あの醤油よりの塩、うん、はい、筋肉多め、うん、あとなんだろうな、難しいですねこれ項目、ちょっと考えておきましょうか。はい、でも全然無理です。いや、もうそのもう価値観で変動するやつはできません。はい、相澤選手、はい、初代佐々木賞おめでとうございます。